よし、やっていこう。もし清、もしも清宮が、日ハムで、4番で、スタメンを固定され続けたら、どうなってしまうのかシリーズ、3年目にして、日本シリーズの一戦終わった後、置いてたのを再開です。どうも、アザラシです。一戦か。一戦？え？2試合終わったんけ。2試合終わって、全然もう前回覚えてない。やば。3試合終わって2勝1敗とかじゃなかったでしたっけ？一応全選手調整にはなっているとは思います。下の、育てるのは下の選手ばかり。久々すぎる。久々にやってますが、どこまで、まあ今回で日本シリーズ決着つけましょうか。決着つけて、もう10月に上げて、全然違う。思ってたのと全然違った。終わってないやん。全然終わってないやん。この試合で勝って終えるか。よし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 。勝つためには責任を投げさせるしかないでしょ。うん。4番清宮。これ DH は入ってますね。DH ありの状態で。調子から行くと、相川を出した方がいいね。野口より相川。野口より相川。まあ、星の性能としては、野口の方が上だけども、調子を加味するとこうでしょうね。で、金子と赤田では、まあ、バッティング、守備含め、やっぱ赤田よりは金子ですね。田中健介と東出で行くと、まあ、東出の打つから東出すとか。守備固めで田中健介出していきましょう。という感じで、ちょっとオーダーを変えて、この試合勝ちに行って、勝って兜の王を締めよう。これあれだっけ？終わった後なんか、3年目だから何もなかったかな？オリンピックとか、オリンピックじゃないな。世界大戦とか、世界選抜みたいなのとか、宇宙選抜とか、なかったでしたっけ？てんてんてん。ホームでの試合ですね。サードには小笠原。ショート、東出が入ってます。ここ乾いてますね。稲葉、新庄。そういえば新庄のトライアウト、ダメでしたね。まあ、俺は入ってほしかったよ。どこかの球団に。日ハムが一番だけど、日ハムでなくてもいいから、どこかに入ってほしかった、新庄にはね。日ハム、新庄取れっていう動画をあげようかなと思ったけど、まあ、あげたところでと思ってね。あげなかった。そういう物言う系の動画あげようかなと思ったけど。これよく見たら、三塁線がファイヤーフォーメーションだな。三塁線。三塁方向。うちのチーム、東で小笠原、稲葉と入ってる三塁線が弱すぎる。プルヒッター、右のプルヒッターがいたら、ね、もうヒット生みまくれるわ、これ。4番に鈴木貴則。なんて中日なんだ。よく今のアウトさせたね。ねえ、新庄入ってほしかったけどね。なんとも言えないよね。まあ、実力、年齢、まあ、この辺もあれだけど、まあ、新庄剛志という人間がね、あまりこう、やっぱりこう、この SNS 全盛期の今においては危険な存在なのかなという気もするよね。まあ、ダルビッシュとかが野放しになってるから。まあ、それぐらい日本の社会もね、受け入れると思って、違うか。単純に新庄の実力不足。ああ、なんで走らすの？なんで走らせたの今。なんで今、清宮を走らせたの？これ下手すりゃ負けるぞ。すごいね。セカンド、辰巳、ショート、井端というラインナップ。中日ファンは、なかなか、なかなか思うところになるあれかもしれない。荒木この時まだ、いるかないないかな野球つく、目球つくに荒木はいないかもしれない。今、ホームランが生まれました誰だ関川かこれもしかしたら負けるかもしれん。ああ、いいですね。ちょっと坪井の打席見てみましょう。ヒット1点返せるなら、うわ、川上健心の打率やばい。よー、さすが坪井ですね。ヒットメーカー。我がハムの誇るヒットメーカー。そして、小笠原。
ホームランあるよ、ホームラン。ホームランあるよ、ホームラン。2020年になっても野球つく続けてる人っておかしいと思う、頭が多少。すごいよね。自分でもすごいと思う。しかも3年目。3年目を、3年目に合わせてやってるっていう。清宮が引退するまでは続けますよ。ただ今年の清宮をどこかで総括した方がいいなと思うけど、まあ総括しなくてもいいかなと思ってる。清宮を追っていくっていうことで始めたこの模式をシリーズなんですけども、清宮ね、どうなんですかね。期待してていいの？期待言うほどみんな期待してるか、清宮にっていうところもあるし。うん。誰グレアムって、サードに入ってるグレアムって誰？素晴らしい。ナイスな宇宙間真っ二つ。あまりに打球が速すぎたために、一塁止まりだが、まあ、新庄ぐらいの走力があれば、盗塁は、造作もない。多分ね、キャッチャーのこれ、中村武史なんですけど、まだ衰えてきてはないと思うから、まあ、新庄ぐらいまでがセーフティーで盗塁できるところかなっていう感じがしますね。小笠原、あ、ギリかな。おい、落ちる球に変化球、落ちる球に三振する。くるくるのバッターじゃダメなんよ。おバンドどうだろうな。ちょっと、来季は厳しいかなって気はしますね、おバンド。3年目の今季はまあまだなんとかやれたけどっていう。微妙だよね。3割4分打ったバッターに対して、来季、ちょっともう無理かもしれないっていう考え方自体が、もしもこれが現実だったら、非常に冷酷なんだけど、まあ選手のパラメーターをよく知ってるから、やっぱ、来季はちょっともうバンド厳しいかな。DH 別のバッターを考えた方がいいかなって考えちゃいますよね。ああ、まあ FA でもしもいい選手がいれば、おバンドのか、うわぁ、なんでなの。1対1。4回終わって1対1です。6番井上和樹、7番福留。そういう福留がタイガースから中日に復帰するらしいっすね。多分戦力になることはないと思う。正直。あ、でも代打としてはまあまあ使えるんじゃないかなって気もするね。ここ、1球見ていこう。金子誠一球見ていこう。よーし。金子誠の足でまあちょうどいいぐらいじゃないかな。まあちょうどまあ、まあ9割、そう、成功9割ってとこだね。まあまあギリギリかな。で、相川で、君がいた夏は、ファールか?おい相川。かあ、そこは決めるところじゃろうが。ファールじゃ。この消極的な攻める姿勢。バント戦術を使ってしまう、つい。バントを対応する監督クソだなと思いながら、現実こういう場面でバントをさせてしまう自分がいる。これは、このアンビバレントな感情は一体何なのか。頭ではバントなど無意味な作戦だと分かっているのに。ことこういう場面ではバントをさせたくなってしまう。スリーバントもありだ。いけ。よしよし。どうしよう、ツースリー。いや、バントはないね。ああ、嘘だ、今のストライクか。ああ、川上健信やりますね。我がハムの打線の前に、ビッグバン、ギャラクシービッグバン打線の前に、川上健信が立ちはだかっている。全然関係ないんだけど、ちょっと語っていい？全然語ってないんだけど。サンシャイン池崎の面白さについて語っていい？ダメ。YouTube ですごいサンシャイン池崎のチャンネル見てるんだけど。
もうあの、頭空っぽにして笑ってる。ギャラクシーから繋げるんじゃないよ。無理やりがすぎる。いろんなね、YouTuber とかね、VTuber とか、まあ動画の参考になるかなとか思ったり思わなかったり、まあ、見ますけどね。うん。お笑い芸人として一番、ちゃんとしてる？ちゃん、お！やったー！あとはこの1点リードを守りきるだけよ。お笑い芸人が意外とこう、体を張ってお笑いをしないよね、YouTube 上でね。そういうこと。うん。ちゃんとバカやってる人って、すごいって思う。すごいって思う。俺はできているのか、それがあってね。本当に、だから自分は、あたかもインテリじゃないかと思い込んでないかとかね。ちゃんとバカやれてるのか。そういうことですね。もっとなんか、バシバシ突っ込みを受けるようなね。叩かれ、半分叩かれるみたいな。そういう風なキャラでいたいなと思いながらもね、ついインテリぶってるところがある。かっこつけようと思ってないか。サンシャイン池崎を真似しろと。サンシャイン池崎の魂を見てみろ。あの綺麗な、綺麗な笑いに対する真摯な、真摯な色が見えるじゃないか。うん。一方俺はどうだっていうね、思いますね。思うところがある。あんまり VTuber ってね、見てるようで見てないんですよね、実はね。VTuber 化してますけどね。あんまり VTuber 文化にそんなに染まってないなって自分で思う。ポコピーは見るけどっていう。ポコピーとかオメシスとかはまあ見るけどってね。ポコピーとオメシスと、ナトリサナと、もう、モンスターズメイト、MZM と、うん、ぐらいかな。他にもいろいろ追ってはいるか。他にもいろいろ見てはいるけどね。銀河アリスとか。うん。あんまり動画上がんない人も上がんないしな。うん。だからその、VTuber 文化の中にいたいというよりは、まあ、ただの実況者のアザラシなんですよね。ゲーム実況者のね。でもだからといってゲーム実況界隈を見てるかというと、別に大して見てないかなっていう気もするんですよね。いい試合だな。ほんのりいい試合だな。ここでピッチャー変えるのは難しいよ。立山がまた炎上するんじゃないかなって気がするよね。でも立山なんですよね、8回はね。うちの8回は本当はやっぱり立山なんですよね。なんで立山が打たれるのか俺には全く理解ができんのだが。VTuber っていうか YouTuber としては、あの、尊敬してるっていうか、こういうのいいなって思うのは、ハイサイ探偵団。うん。いいなってずっと思って見てる。楽しそうだな、こいつらって思いながら。やりたいことやれてるなっていうね。釣り動画を上げたりしてるのは、ちょっとハイサイリスペクトじゃないけど、うん。みたいな部分があったり。釣りとか料理とかね、楽しいよね。あの、この VTuber の体を持ってはいるけれども、なんかそれだけに縛らないようにしようかなって思ったりもするよね。これは、スライドフライですね。なんか学術系 YouTuber、VTuber みたいな、今ちょっと流行りみたいな、流行りじゃないけど、まあ出てくるだろうなと思ってたけど、まあだんだんこう、クラスター化してるというか、クラスター？クラウド化？クラスター？クラスターかな？うん。学術系クラスターみたいな出来上がりつつあるんだけどさ、クラスターか。うん。薬学、一応多分、薬学系なんで、アザラシさんはね。薬学系で動画も上げていきたいなと思うんだけど、ってね。なんかそこだけ上げ続けるのも、やっぱちょっとハイサイ的な姿勢を見慣れたいよね。ごちゃごちゃした、ごちゃごちゃしたチャンネルにしていきたい。全然まとまってねえじゃねえかみたいな、ごちゃごちゃっとした感じをね、大事にしていきたいなと思う今日この頃です。なので、焼きつくもやります。料理も作るし、釣りも行きます。家庭菜園もやりたいと思ったら家庭菜園もやります。何でもやっていく。で、時々お薬解説とかもしていきたい。うん。セカンドゴロですね。ここでね、ここで清宮に1点入れてほしい。ここがね、3年目のハイライトだと思う。ここで清宮が打つか打たないか。
ね。まあ、リアルの2020年清宮はとてもあの評価に値するものではないけれども、そういうとこじゃ。ここで打たん、ここは打たんといかんとこだった。ダメ押しの1点をね。ダメかな清宮は。ダメかな。あそこは打たれいかんよ。そうじゃろ、そうじゃろ。野球付きの動画はほとんど編集してないけど、ええんかな。どう思います？どう思います？はっきり言って。特にね、こう、カットするところもないかなと。個人的にはそう思って動画上げてるけど。あれ？あれ？三塁にホームスチールまでさせてしまったんだけど、そんな指示だったかな。ああ、ついでに、稲葉も変えとこう。稲葉も石本に変えとこう。若干石本の方がいい。足が速いから。さあ、最終回。ここを締めくくれば、ミラバルがここを締めくくれば、3年目、優勝です。2年目はね、優勝、2位止まりだったっけ？優勝逃しましたけど、3年目、優勝した上で日本シリーズも、勝つというね、素晴らしい。まずは、ワンアウト。いやー、変えててよかった。レフト稲葉から仕事に変えていてよかったですね。作戦通り。監督の指示が行き渡っている、このシーン。監督じゃないな。オーナーからファックスが飛んで。オーナーからの、意思疎通が、ファックスが、迅速なファックスを用意している。これはね、シングル。新庄なんでシングル。いやー、リジョンボムが出てきましたね。懐かしいよ、名前がリジョンボムなんて。リジョンボム。韓国のイチローリジョンボムだったかな。イムチャンヨン、違う。もう一人韓国のイチローみたいな名前の、に言われたような選手がいますよね、中日。誰だったかな。アウトだろ、今のは。誰だっけ？イビョンホン。ん？ビョン吉、ビョン。出てこね。よーし。あそこは飛び出たリジョンボムがちょっと、リジョンボムがちょっとあれですね。悪かったですね。叩かれてますね。センターフライじゃ。勝った。まあ、これで余裕っすよ。ちょっと危ういところもあったけど。てってねね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 。おバンドが車のボンネットの上に。なかなかやるじゃない。おめでとう、社長さん。社長だったんだ。球団社長、アザラシです。あともう一試合伸ばして、興行をね、もっとこう。あともう一試合伸ばせば、5000万円が1億になっていたんですけど、まあそういうところ、筋書きのないドラマなんでね。思うよね。ソフトバンク4連勝したじゃない？巨人に対して。今年。あれもさ、あとせめて2戦とかさ、4勝2敗とかいけばさ、福岡ドームの、ね、客入り考えたらさ、長崎圭一。ここがドームに客ね、あと2試合3試合あれば、それだけね、球場にお客さんが来るんだからさ、興行っていう面で考えたら、4連勝なんて本当、日本シリーズ4連勝なんて、ね、もったいないとしか言いようがないんだけど、でもそれでもね、4連勝するもんね。すごいよね。なんか、プロ野球っていうかね。筋が切らないドラマだなって思ってしまう。さあ、最後、どうしようかな。多分ね、これ終わったら、もうあとはもうないんで。うん。
全然しっかりこうだ。あとこれもね、終わったら、もう見るとこないんで。全員しっかりで。個別に指導するところとかあるかな。まあまあ、最後一つ分なんでね。まあまあまあ、まあまあいいでしょう。あとはどうだろうな。体力かな。体力、ストレート。ストレートみんな、頑張って鍛えていこう。よし。はい。だからまあ、ここまでにしようかな。多分4週後半終わって11月に入った途端に、11月に入った途端に、もう来年みたいな感じになると思うんでね。あとは、ここまでにしといて、12月分、11月分、12月分、1月分をまとめて、1月に上げようと思います。こっから多分、もう、練習もなければ、だと思う。練習もなければ何もなしだと思うんで、確かね。ここまでにしときまーす。はい。まあ、良いお年をですね。焼きつく的に良いお年をですね。日本シリーズ優勝して終わりっていう感じになっちゃうけど。うん。まあ、すぐまた、1月になったら、1月になったらすぐ動画上げます。それお待ちになってくださいっていうことでね。ここまでにします。はぁ。ちょっとね、ストーブリーグが盛り上がらないのが、ないのが、焼きつくの悲しいところ。盛り上がるんだけど、すごい勢いで、月日が、年月が流れていくので、年月、月日が流れていくのでね。とりあえず、12月分はここまでにします。残りは1月にまたあげるので。それでは、この辺で。ほなまた。